今回は AI での似顔絵の作り方を自撮りが苦手、顔出しできない、そんなね、個人事業家さんに向けて解説します。自撮りが苦手で、いつも SNS の投稿が風景や食べ物ばかりになっちゃう。なんとか工夫したい。そうは思ってはいるんだけど、どうしたらいいかわかんないな。そんな状況で足踏みをしている個人起業家さんのために、あなたの代わりに SNS を盛り上げてくれる AI での似顔絵の作り方を解説します。さらに、似顔絵を効果的にビジネスに活用する方法を解説した小冊子のプレゼントもご用意してますので、最後までご覧くださいね。この動画を最後までご覧いただくと、ChatGPT を使って絵心がなくても誰でも簡単に似顔絵を作る方法がわかります。改めまして、集まる集客漫画プロモーションラボあくびです。このチャンネルでは女性起業家さんが集める集客を集まる集客にガチャリと切り替えるためのお役立ち情報を発信しています。有料級のコンテンツを盛りだくさんにお届けしますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。SNS 投稿をしている個人起業家さんで、自撮りが苦手の方、顔出しができない方の代わりのキャラクターとして試していただきたいのが AI で作る似顔絵です。SNS はコミュニケーションツールです。本当は自撮りをして自分の表情でその時の感情を表現できるのがいいんですが、自分の写真を出したくない、事情があって出せない、そんないろいろな理由があると思います。写真が苦手でいつもぎこちない表情になってしまうと困ってらっしゃる方もいらっしゃいました。自撮り写真が使えず SNS の反応がいまいちで何とかしたい、もっと良くしたい、そう思うことはないですか？見ている人に思いや感情が伝わる投稿ができていないと単なる情報として素通りされやすくなってしまいます。そんな時におすすめなのが似顔絵なんです。似顔絵ならあなたへの親しみやすさも増しますし、その時の感情も伝わります。その感情にね、見ている人の心が動かされるんです。楽しそうに笑っている人の前だと自然と笑顔になってしまいますよね。似顔絵でも同じ効果があります。その共感で SNS の反応が変わりますよ。とはいえ、私は絵心がないから誰かに頼まなきゃな。SNS で使うならたくさんの表情やポーズが欲しいから時間もお金もかかりそう。なんて思っている方もいらっしゃるかもしれません。大丈夫です。今は AI で作りたいと思った時に簡単に似顔絵を作ることができます。表情も変化させることが可能になりました。いろいろ試すことができるようになったので、ぜひ最後まで動画を見てチャレンジしてみてくださいね。集まる集客にガチャリ。それでは実際に似顔絵を作ってみましょう。今は似顔絵を作る AI ツールはたくさん出ているので、どれを使っても面白いんですが、今回は代表的な生成 AI である ChatGPT を使って作っていきます。はじめに、自分の写真を用意します。この写真をもとに ChatGPT に似顔絵を作ってもらいます。ChatGPT にはシンプルに伝えるのがいいので、自分だけが写っているものがいいですよ。それでは ChatGPT を開いていきましょう。開いたら ChatGPT オムニを選択しましょう。先ほど用意した自分が写っている写真を読み込んでいきます。こちらのクリップのアイコンをね、クリックすると、コンピューターからアップロードするっていうのが出てくるので、こちらを選択します。そこで先ほど選んだ自分の写真を選択し、プロンプトを入力していきます。私はプロンプトに、この女性の似顔絵を作ってください。ゆるキャラ風にしてください。背景なし。男の子のような短髪。ボーダー T シャツ。一人のみ描画。と入力をしました。背景なしや一人のみは後でキャンバなどで加工しやすくするためです。男の子のような短髪はいつもショートがね、うまく描画されないので、おまじないのように入れています。実行するとこのように出てきました。なかなか可愛いかも。次に、いろいろな表情の似顔絵を作りたいので、今生成した画像をもとに爆笑した顔を作ってみます。ChatGPT は部分修正が可能になったので、その機能を使います。生成した画像をクリックしましょう。すると部分修正ができる画面になります。こちらの赤丸のアイコンをクリックすると、カーソルが丸に変わって変更したい部分を選択できるようになります。変更したい箇所をクリックしながらなぞると青色に塗られていきます。今回は表情を変えるので顔全体を選択しました。選択が完了したら、右下にプロンプトが入力できるようになっているので、変更したい内容を記入をします。私は口を開けて大笑いしている表情にしてくださいと入力をしました。そうするとこんな画像が生成されました。同じように怒った顔も作ってみました。並べるとこんな感じです。いかがでしょう？なかなかいいんじゃないですか？画像生成は一度で自分好みのものが出てこないことも多いです。何度も再生成をしたり、プロンプトを変えてみたり、写真を変えたり、いろいろ試してみてくださいね。集まる集客に飾り。今日は AI を使って似顔絵を作ってみました。AI は急成長していて、今では写真を読み込んで参照できたり、画像を部分的に修正できたり、いろんなことができるようになりました。まだまだうまくいかないケースも多いんですが、AI が流行り出してきた頃に比べて、自分の作りたい画像が作れるようになってきたなって思います。普通に楽しいので、楽しみながらビジネスに活かせるよう、似顔絵作りにチャレンジしてみてくださいね。そして、似顔絵を作ったらぜひビジネスに活用してみてください。似顔絵をどう活用するとお客様の心をつかめると思いますか？似顔絵にはどんなメリットがあるんでしょう？そんな似顔絵のビジネスでの活用方法をまとめてみました。私やクライアントさんたちがビジネスでどう似顔絵を活用しているか、そんなことも紹介してます。無料でプレゼントいたしますので、ぜひ活用してみてくださいね。そして、せっかく似顔絵を作ったのなら、ちょっと一工夫をして伝えてみたいですよね。キャンバでこんなテンプレートを作ってみました。ストーリーなどで似顔絵を作った PR に使ってみてください。こちらもプレゼントで共有します。ぜひゲットしてみてくださいね。お受け取りの方法は動画の概要欄のリンクからご登録いただいたアドレス宛てにメールでお送りします。集まる集客総研ではこれからも集める集客を集まる集客にガチャリと切り替えるためのお役立ち情報を発信していきます。今回の動画が参考になったという方はぜひ高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。集まる集客総研、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 集まる集客総研。